レッツバスケットボール何でしたっけ、右手は添えるだけでしたっけ、左手ね。あそうか、右手は器やからくるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。サナちゃん見てるくるぶしです。新年明けましておめでとうございます。はい、オッケー、これが一発目。はい、そうよ。あげましておめでとうございます。あげましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。何とも2022年やって、いやにゃお、にゃんにゃん今年の2月22日はですね、にゃお、にゃんにゃん、にゃんにゃんにゃんの日なんですね。先を急ぎましょう。まあお正月で、もちくもちくもちくだけの配信しよう。もちくだけの動画しよう。今日はもちつこうかな。クールポコ。お家にいる方も多いと思うんですが、表へ出ろ表へ表へ出ろ、家でできる、ゲームを、ダイソーさんの方で、買ってきました。お、野球のやつ。野球のやつね、あれ未だにちょっと回ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。早速ご紹介したいと思います。はい、それはこちらです。ダイソーのバスケットボールゲーム、ナインリング。すごい。こちらダイソーさんで200円で、売ってる、バスケの、ゲームですね。はい、俺ね、球技の中でバスケが一番苦手なんですよ。俺ね、球技の中で、バスケがいっちゃん得意なんですよ。そうなんですよ。これなら俺でも、バスケ勝てるんじゃないか。いや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 、多分そうでしょう。はい、早速こちらね、開けて、見たいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。じゃあ早速、はい、おい風の儀、この強風の中やるもんじゃないけど。あっ、テレテテ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 こんな感じで中身入ってますね。ボールと、まあなんかコート。なるほど。もうサクッと作ってきちゃいます。じゃあその間に俺はこのボールを全部食べようと思います。と遊び方が2種類あって、スコア対決、ボールを交互に飛ばして、ゴールに入った得点の合計を、競うか、ライン対決、あのこのリングの中にね、あの縦横斜めで揃えれば勝ちみたいな、遊びあるんですけど、まあ最初なんで、入れた方の勝ちやな。そうですね、すぐ作るからね。まあ、組み立ては簡単そうね。そうね、パッパッとできそう。15秒でできるので、みんなちょっと待って、ね、ちょっと待ってね。 そんなことないよ。てってれー。いや、15秒でいきました。これここにボールを乗せて弾いて入れるわけですね。こういうことですね。はい、そういうことですね。中指やめてください。じゃあ早速遊んでいきましょうか。はい、クルちゃんがね、クルチョモカラーでもピンクなんで、ピンクボール使ってもらって、はい、チョモラテはちょっと緑ボールがないけど黄色でいかせていただこうと思います。はい、ちなみにここ、あ、点数書いてる。点数が書いてあります。ここここ100。おう、ここが一番高いね。あ、こっちも100やね。そっか、真ん中は50。まあ、そういう感じで。まあ、そうやろうね。真ん中が一番入れやすいもんね、多分。あ、で、奥は30、20、30ってなってるね。なんだろう、奥の真ん中が多分一番入れやすいね。多分ここに当てて。あー、5本勝負かな。はい、5本勝負で得点か。得点勝負でいきましょう。はい、君が好きだと叫びたい。ティリンティンティンティティン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 。マジで。どんどんいきます。はい、あ、意外と入んない。バスケ部、お、30点あ、意外と。風が吹いてきたな。風も計算しないとダメだ。あ、風やばい。やばい。終わった。マジで。ショバラテ30点でした。ということでチェンジ、チェンジ。ショバラテは30点と、30点で終わってしまいました。
俺が20点で終わればチョモの勝ちです、ね、そう、はい、クリちゃんが50点入れれば勝ち、うん、30点で同点、はい、うわ緊張してきた。君が好きだと叫びたい、できます。レディゴー。結構入んないね。いやー20点。あーオッケーオッケーオッケー、まだかまだ可能性ある。あーやばい、ちょっと風吹けよ。なんで俺とじゃ風吹いてんねんお前。あと2球です。これあかんやつやな、これあかんやつや。今と20点の上にちょうどですね、わ、うん、かります、これ他のとこに落ちなかったんですよ。やば、ちょっとやばいな。バカにしてたらちょっと追い込まれちゃったわ。いややりました。ちょっともう一回ちょっとね、あの戻って見てほしいんですけど、うん、俺ん時の球の流れ方見た。風でまっすぐ飛ばんのよ。じゃあ無事にクルルブシの勝利ということで、ありがとうございました。あーくそー、野球も負けたのに。ダイソーのゲームで勝たれへんぞ。いやでもおもろい、おもろい、めっちゃおもろい。あーいいっすか、めちゃくちゃ面白い。これ家の中でやったら絶対面白いで。あーそうね、200円なら全然。そうそうそう、ダイソーすごいね、あの野球のやつも面白かったし、これも面白いし、うん、侮ってたな。確かにね、ダイソーのゲームコーナーなんか素通りしかせえへん。あの年始もやってるとこあると思うんで、うんうんうん、暇だよっていう方やってみてください。お年玉で40個買ってください。そうね、8000円のお年玉。はい、今日はですね、はい、ダイソーのバスケットボール9リング、遊んでみた、お送りしました。新年おめでとう。これ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 。軽い。僕らを支えてくれる人たちがいるから、また共に歩こう。